はい、聞きました。おお。見えますか？いやー、見えます。行きたかった場所。いやー、宮さん、ありがとうございます。ありがとうございます、本当にあの時は。ウェアボンチーム、車の中みんな寝てたよ、ね、全員寝てたでしょ。いや、寝るでしょ、あれは。夜中だって12時発とかでしょ。そうですよ、はい、俺寝ないですけどね。本当にありがとうございました。また行きましょう。またぜひぜひぜひ、はい、最高でした、本当に。いやー、はい、最高でしたよね。この結果なんじゃないの、どうの今回の大会の結果の、はい、ここの道場がなかなか受かったんじゃないの。いやー、もう本当に全部つながってるし、あの大会前のあの三ツ矢さんの楽しんだもん勝ちやーみたいなメッセージがだいぶこう気も楽になり、だいぶだって上にすげー辛かったっぽいよね、またね、どうなんよみたいな。もう本当にあれでだいぶ気楽にといういい意味で気楽にいけました。あ、行った行った行った。ですよね。今日はオンザトラックスなんだよ。俺のオンザトラックスなんだよ。本当で、ほんまものの。いやー。で、その合間にみんな撮らさってるみたいな。あれー、あーあーなんだーみたいな。なんだか。今の。テールスライド360やってたこれ今。バターまあ、本当面によってなんかもういけないぐらいの崖も突然あるんで、遮断されるなんともですけど、いや、感じない今ちょっと黙ったけど、ねえ、ありがとうございます。ねえ、俺でした。あ、これはデカさん、あー、DKC 先輩ですね、これ。マジで？多分、そうですよ。フォルムで分かります。カメラで撮ってるからさ、小さいの。これじゃないの？あー、そうなんですね。これじゃないの？イエーイ。あ、2本目、多分、おしょうかもしれないね。いたかな、おしょう。和尚いなかったんじゃない？あ、これはいないのか。うん、ピンネシリは。サトシさんですね。イエーイ。あー、大丈夫。おー、なんかいいねー。ね、光。ねー。こっち行っていいですかみたいな。素敵だったらね。わー、生きてー、ピンネシリ。これはサブロクカメラだからすげー小さくしか動かないけど、まあまあ、このカメラでのドキュメントなんで一応撮ってからだからね、覗いて。あよっしゃ、行くぞー、取ったから行くぞーって、この時の喜びわかるでしょ。よっしゃー、俺の時間だー、あるよー、はい、ここいいでしょ、今誰も行ってないよー、メンツルっすね、行くぞー、イヒヘヘヘ、
これ書いてる。あれ、サトシよ、これ、さっきの。なんか、危ないな、これは。ちょっと、ちょっと。おー、すごい、いい感じ。イエーイ。おー、すごい、見て。おー、いいっすねー。どうやってこのグイグイ食ってんのか。やばいね。上がる目線ですね。やばいね。やばいじゃん。いいですね。お、バトンね。ああ、いいね。おー、真上。グラビティ。一番食らえる遊びじゃねえのか、スノーボード。惜しい。うらい。クラッシュ。いいや。イエーイ。はい、失礼いたしました。帰り道です。面白いよね。面白かったですね。滑って降りれたっすね。まあ帰り道はまああれなんでね、あんまりね、そんなそんな、まあ映像撮ってるわけじゃないんで、まあ、サトシのじゃあ自己紹介、サトシは、うん、この何者なのか自己紹介。僕は茶色オレンジで自己紹介って、え、はい、自己紹介って言われてもどうすればいいですかね。まあね、まあね。じゃあどこ出身なのかな。あ、どこ、長野の白たちの感じで、そうですね、長野の菅県ってとこ出身で、でも去年なんでやっぱりなかったの、なかったですね。もう出た時が土砂降りとかだったんで全然ダメで、もう気があったが土砂降りだったんで、もう今週脱出するしかないなっていう流れで北海道に北上したんですけど、今日もサトシも去年初めて来たの。それは2回目ですね。そうだ、ゴー君2回目です。はい、サトシ、これ10年前ぐらいに1回行ったことあって、もうなんか言ってたね、それね。はい、どうでした北海道。サトシくん、どうでしたか北海道は。もうもサトシもめちゃめちゃ良かった。だって全滅だと思ったのに、あったーみたいな。ニセコの人たちの愛を感じニセコでも車壊れたやつ、車壊れた。ああ、いろいろやらかしてたんだ道中。そうなんだ、ドラマが。俺がやらかした。でもいい旅だったってことだじゃん。そうですね、北上、もう目的はその北上していい雪を滑るっていう目的だったんで、それは完璧、皆さんのおかげ。
かげで達成できました。いや、それはそれなりに去年のまあこれはもうここで食いに行こうみたいなイメージ通りにできたんだ。そうですね、ハプニングはイメージはしてなかったんですけど、はい、リカバリーはしていいとこは行けたかな。いやこれミヤちゃん、俺らもあんまり行かないもんね。そんな焦った北上する話じゃないもんね。うん、そうっすね、このメンバーだから行くかみたいなノリでしたもんね。確かに今年だったらこの雪質はここらでも余裕であるのかな。しかも坂も出て、うんうん、でも去年は北緯45度エリア近くまで行かないとね。そうでしたね、なんか雪景色じゃなかったもんね。テンション上がんなかったよね。だからね、北海道のドサンコスノーボーダーは、いや、どこもだと思うけど、まあ、うん、俺らの中でもあれみたいな。やっぱここ面白かったね。でもね、帰りの道、いやちょっと行きたい。それだったらまたね、もう気をつけないとね、イギリス人か何か去年あのあと雪崩で命落としてますから、うん、やられてる。そうなんすよ、俺らヒーハーしたところでやられたんで。そうですね、まあ言っちゃダメな日が感じの時だったよね。言ってないわ、そこは。そうっすね、うん、本当だよ。結構安直に広まっては危ない場所やられちゃう、マジで。でも結構いい手軽さもあったりさ、やっぱりスノーボーダーが欲しがる重力あるんだよね。うん、あそこはあるね。おー、木がいいっすね、木が。え、何なんだろうね、これね。うん、すごいっすね、この映像。映像すごいっすね。